ただきます。結構な距離を歩く予定なので今からそれの準備をしています。ビフィックスのストロベリー味、バナナとオレンジにかけました。でドローン飛ばそうと思うんですけど、前回ほんと電池忘れたことがほんと心残りすぎて、今回は絶対に飛ばすぞという気持ちで今部屋で試しドローンをしていました。やっぱり初めてのドローンはテンション上がりますね。羽がブーン、プロペラがブーンってなるんですけど、もうその時点でテンションがうわーみたいな、で上昇してブーン、やばいやばいやばいみたいな、一人でテンション上がってました。でこれから出かけるんですが、髪がなぜか外巻きに外巻きにと言ってしまうので、内巻きに内巻きにしていこうと思います。ツイッターで卵焼きの焼き方をやっていたので、それをやってみようと思います。円を描くように卵をこうフライパンにやって、で端からこうくる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 って巻いていくっていう卵焼きの焼き方をやってみようと思います。これこうくるくるくるっていう風に巻いていくっていう、こんな感じ。ご飯をお弁当箱の底に敷いて、鰹節を敷いて、そこにクリームチーズをちぎって敷いて、余ったのは食べます。醤油をちょっとさらーってかけて、この焼いたウインナーを乗せて、卵焼きも乗せて、よいしょ、ブロッコリーも下に詰めて、で卵焼きを入れたのにゆで卵を入れて、マヨネーズを仕込ませて、塩ちょっとかけて、彩りにパセリをかけて、はい、お弁当の完成です。途中までライブ、 YouTube ライブでやってたんですけど、もしかしたらあれ見られてないかもっていう、もしかしたらコメントが途中から止まっちゃって、なので動画にしました。ぐちょぐちょですか、お弁当タイムです。チーズおかか、1時間半以上歩いてきたんで、最高にうまいです。公園っていいですね、みんな楽しそう。卵焼きに粉チーズ入れればよかった。なんかドローンやりに来たの忘れてこのまま帰っちゃいそう。うん、おいしい。寒くなってきたんで上着ます。私本当は氷コーヒーがやりたくて、氷と牛乳持ってきたんですよ、別々で。
やっぱり氷コーヒーって見た目が涼しくていいから、わざわざ透明のコップに入れて飲もうと思って思っていたんですが、透明のコップを忘れたっていう。ドローンの炭酸電池忘れるっていうのもするし、私は一体何なんでしょうか。わざわざ冷やしながら持ってきたんですよね。とりあえず飲みます。この中にはコーヒーを凍らしたものが入っています。はい、こんな感じで中では美味しい化学反応が起きております。お疲れ様です。うん、いや、 やっぱ筑大の牛乳美味しいですね。引退したオーマファミリーだった。